アニプレックスネクストラジオ、皆さんこんにちは。アニプレックスネクストラジオパーソナリティの前野智明です。皆さんこんにちは。同じくパーソナリティの茅野愛です。はい、この番組は春から新たに立ち上がりましたアニプレックスネクストというプロジェクトのラジオ版でございます。はい、毎月アニプレックス作品に関わるゲストをお呼びしていろんな話をお聞きするという番組になっております。はい、様々な最新情報やここでしか聞けない極秘話もお伝えしていくのでぜひ最後まで聞いてください。今回はですね、6月配信分第1回目です。6月は全2回にわたってお送りする予定ということでね。前回撮ったのはあのシャープ1のお試し版みたいな感じでしたっけ、みたいな感じ ですよね。なんかあのリモートでね、あのゲストさんに来ていただいた回でしたね。小部屋さん、あの小賀ちゃんと小原ちゃんに、そんな5月分がアニプレックスの YouTube チャンネルで配信されているということで、はい、いやこれ非常に評判がね、アニプレックス社内ではいいとそうなんですよ、ありがたいですけど、まあでもリモートで来てくださったゲストの方々もいろいろありましたね。あの途中で呼び鈴が鳴ったやつとかもありましたね。ありましたね。途中でウーバーイーツが来ちゃったウーバーイーツじゃないですよあれそう、バイク便がね来たっておっしゃってましたけど、なかなかのリモートならではな感じで楽しかったですけど。楽しかったですね。でも私たちまだまだこう対策してちゃんとマスクで、ちゃんとアクリル板挟んでマスクした上で収録してますから、そう、なんかソーシャルディスタンスも取ってね。不思議な感じですよ、前野さん今日の感じも。私たち横に並んで撮ってますから。横に並んで撮ってます。その横にはね、そのアクリル板ちゃんとあってね、茅野さんがこ ういい感じで、茅野さんがそのマスク姿をしててもこの隠し通せないその美貌さがね、美貌さ、美貌、神々しいオーラがやっぱアクリル板の向こうから来てますよ。本当ですか、はい、ありがとうございます。そうなんですよ。そんなね、あの茅野さんともちょっと関係が深いという今日素敵なゲストさんに今回いらっしゃってます。お、誰、すごいんですよ。7月より放送開始のアニプレックス関連作品で主役を務めるこの方です。ユージオなんつったのユージオって言いました。はいはい、ソードアートオンラインアリステーションで主人公キリトを演じております松岡優です。おお、はい、ちょっとやっぱマスクだからなんかあんまりうわーって言ってるから、いやでもね、あいつは魂に芝居するタイプだからすごい届いてます、はい、届いてました、よかった、はい、よかった。あ、さらにこの方にも来ていただいている。なになに、なんとお願いします。声寄生虫、もう星野に手は出させない。え、ド級変態エグゼロスでエグゼレッド炎上レッドを演じております松岡優作です。あー、なんと今日はね、ダブル松岡優作さんにお越しいただきました。え、待って、はい、ちょっとレッドの声はこんなんじゃなかった気がします。いや僕はあの指定されてないんでわからないですけど違いますか、やっぱりいや、ええ、こんな声、まあ、ちょっと差をつけようと思ったらまあまあまあね、確かにね、そういうとこあるよね、主人公って2回あるんですよね、うん、年齢感が似てるからね、年齢感ね、境遇が似てるので、はい、ということでね、今回は松岡義嗣さんにゲストでお越しいただきました。いやでもすごいですね、義嗣といえばね、いろんなキャラやってることで有名ですけど、いやいやいや、1回目のラジオの時に松岡君の話出ましたね、した、はい、前野さんと してしまったんですか。あなたの話題を出してしまいました、うっかり私が。いつかゲストに来てくれたらいいねって言ってたら、早速来てくれましたね。2回目で叶うっていうこの、うん、だって義嗣といえばね、アニプレックスの作品にやっぱ結構出てるイメージがね、俺もあったし。そうですね、うん、なんかまとめてくださってるんですね。あ、ほんまや、いや、で、ね、あ、ほんとだ、いや、いっぱい出てんなお前あ、そうですね、意外と出てますね。あとやっぱ茅野さんとの共演がめちゃくちゃ多いね。あ、そうか、アニプレックス作品でなぜか松岡くんと私の共演作をピックアップされてるっていう謎の展開が。それだけでもこんだけやっぱある、本数あるってことでしょ。そうなんですよ、すげえな。今並んでるだけでも冴えないヒロインの育て方だったり、ね、もうまあ、これから放送のソードアートオンライン、ね、グランクレスト戦記、うん、あと鬼滅の刃、ダーウィンズゲーム、ダーウィンズゲームもで今回ド級変態エグゼロ、すごいね。いやでもこれあれですね、意外と掛け合ってないやつもありますね。そうなんです。そうなんだ、なんか現場で全然一緒に掛け合えてない役柄も載ってたり、ね、でもね、もうなんかもうそのお二人のコンビネーションは抜群だって僕聞いたことありますよ。抜群ですかね、うん、義嗣といえば茅野さんで、茅野さんといえば義嗣だみたいな、聞いたことありますよ、風の噂で。あれですよね、腐れ縁みたいなね。そうそうそう、素敵なご縁じゃないの、うん、いや本当にデビューしてすぐぐらいからもう共演が多すぎて、うん、もう
なんか週に何回会うんだみたいな。だからそういうタイミング確かにあるよね。前野さんはそういうなんかこの人とよくお仕事一緒するなって方。あ、確かに俺もでも週4週5でカッキーに会ってた時はあったけど、そういう時はあったけど、まあそれも時期によってねいろいろまちまちだけど、まあ、もちろんね義継とも週3ぐらいで会ってた時もね、あったし、はい、やっぱりなんかそういうのってあるんでしょうね。あるよね。声のバランスとかね、いきなり会わなくなるとか、あるあるある、半年会わなくなっちゃったとか急にあるよね。連絡先聞いとけばよかった。あるわ、すげえある、あるあるですけどね。義継、はい、まあ、ともね、あの僕も何度か共演させていただいているんですけども、まあでもねここ最近の彼はねもうすごいですよ、頼もしいですね、やっぱ見てて。そうなんですね、うん、どういうところを見て。僕もね、あの前もちょっと言ったかもしれないですけど、結構闇の力があの暴走するタイプだったんであれですけど、やっぱその闇の力を自在に操れるようになってからはいろんな余裕も生まれましたし、もう義継はねもうそういう陽の力と陰の力を自在に操れるようになってから非常に見てて頼もしいですね。なんかそう、前野さんがその現場での義継は大丈夫かねみたいな感じで、あの、そう昔はちょっとやっぱり心配だった部分あったんだけど、もう今はねもう君がいてくれるだけでだいぶ現場も明るくなるし、やりやすい空気になるから、非常にムードメーカーみたいなところもあるしね、もうね。そんな、そんな、ありがとうございます。まあでもせっかくね今日義継来てくれたんでね、義継のこともいろいろ聞きたいと思うんですけども、話しましょう、ね、アニプレックスネクストラジオ。改めてそうなんでそう声優になったのかみたいな話になってくると、ええ、俺あんまりその改まって聞いたことないからちょっとこれ聞きたいなと思ったんですけど、聞きましょう聞きましょう。なんで義継声優になったんですか。あの僕石田明さんですね。わあ、きっかけが石田明さん、テイルズでなんかゲーム、テイルズかで、そこからみたいな、テイルズのエターニアと、あとあのエヴァンゲリオンの渚薫くんですか、しかも僕あの、うん、あのエヴァを見た時に、うん、石田さんってメインの放送回が最後の使者っていう、そうだよね、1回だけだった、最後の方だよね、しかもね、後半の、その時にふわってなんかすごい感動したんですよね。あ、優しいって、なんかもう全てを包み込んでくれるような、そうだよね、新宿にね、これみたいなっていうのがありまして、だからその時に僕初めてキャストってなんだって気にしだしたんですよ。あ、なるほど、エンディングクレジットの、なるほど、もしかしてこういう声を出せる人間が世の中にいるのって思ったんですね。今でなんか僕バカみたいな話ですけど、全部アニメーションって全部何かこういうカタカタするもので作ってたのって思ったんですよ。仕込みみたいなやつで、全部作ってるものだと思ったんですよね、うんうんうん、そしたらもう調べてみたら、あの時もネットまだ復旧してない時代ですよ。家じゃ、じゃあ調べられなかったってこと。調べられなかった。どこかパソコンあるとこに行って、だから友達の家ね調べたら石田明って調べたのね。わかるよね。でそこからあの石田明さんって名前だけは覚えていて、でそこであのテイルズオブエターニアが発売されるっていうのをファミうんで知って、別にまあまあまあね、あのいろんなもうあるからね。じゃ僕の中でカオルくんの声で、はい、チンケンって言ってくれるんだと。そうね、必殺技ですね、飛び道具のやつが、というのを言ってくれるんだって心待ちにしたんですよ、でいざ発売日やったら、誰っていう、自分のそのイメージしてたやっぱ石田さんの声では全くなくて、だから僕の中だとカオルくんがチンケンって言ってくれるかと思ったんですよ。したらそこでこれが演じ分けですね。演じ分けってなって、そこでまたじゃあ感動したんだ。感銘受けたんだけど、でも自分は自動車の整備士になりたかったから、なんか2つで選んでどっちにするかっていうのが、で悩んだみたいな話だけはちょっと昔聞いたことある。それもちらっと聞いたことある、確かに、整備士かその役者になるか。そうす、で高校3年生までなんか思いがくすぶっていて、一度だけやってみたいっていう気持ちにスイッチが入ってしまったんですよね。挑戦しようと思って、じゃあ東京に出てきて、22までになれなかったら帰ってこいって。もう決められてたんだ。割と早いね、20って結構。22か。え、もう佐藤君何歳、何歳で咲いたの。22です。あーやばい、ギリだったね、でも22って早いって、22でやっぱ区切りつけるの早いですか、ね、早いよ、でもそこまでこうなんだろう、やっぱ期限をこう決めてやるっていうのは。俺22だったら無理だったな。無理だったな。俺25、6ぐらいからでもちゃんとお仕事できるようになったな。そうなんですね、うわすげえな、でもそれちゃんと結果を出したってね、かっこいいな。
最後だからなんか一番最後が一番がむしゃらでしたね。なんかまあでもね最後の年だからみたいな感じだったんで、ね、確かにだからアイムに撮ってくださったんで、あでも今やね業界では欠かせないねトップ声優なわけですからね。でじゃあずばりその声優になってよかったこと。いやこれはもう今でもなんですけど、いろんなものを表現できるっていうのは本当楽しいですね。まあ人外もできるから ね確かに松岡くん結構人以外のものやってくれて、器用だしね吉崎ね。なんか肝臓とかも演じてくれて、肝臓いやあれは臓器の肝臓ですか。たまたまなんかラジオで一緒にやってたラジオがあったんですけど、その時になんか私の肝臓役まで松岡くんは注目の臓器だって言ってやったんです。やってそれこそ働く細胞みたいな話になってるんですけど、そういうことですよね。なのに痛めつけるんですよこの肝臓を。そうです、お酒を飲んで痛めつけるっていうなんか懐かしい、あったよねそういうのね。めちゃめちゃ苦しんでた。そうこうやって私が一口、あーって飲むたびに、ギャーあーそれ以上ダメだって言ってコメントにうるせえ肝臓とかうるせえ沈黙の臓器だな確かに沈黙の臓器って言われてるのに結構うるさい叫んでる。いよいよ末期ですけどそれまあでもね人外もできるっていうのもね確かにね声優のいいポイントですしね。うん確かに。アニプレックスネクストラジオ、はい、この番組はねアニプレックスネクストということでアニプレックスの作品についていろいろとお伺いしていく番組でもあるんですけれども、よっすぐのアニプレックス作品で好きな作品だったり思い出深い作品とかなんかあったりしますか。これ聞いてみたいな、ね、やっぱりエロ漫画先生ですね。エロ漫画先生あったね、エロ漫画先生ね、それ松岡くん主人公を演じさせていただいて、すごいタイトルですよね。エロ漫画先生ね結構やっぱインパクトある作品は多いですからね。ただエロ漫画先生のいいところはあの名前で判断してほしくないっていう。あーねー、純粋な兄弟愛であったりとか、実際にその兄弟でも義理だっていうところであったりとか、いろんなその個々が抱えているコンプレックスだったりとかってトラウマであったりっていうのを解消していく作品でもあるから、ドラマが結構ね主張しているという、だからエロ漫画先生は僕の中ではかなり来てる。かなり来てる。なるほど。エグゼロスみたいなもんですよ。いや、なんで同じになっちゃったの。共通するものはあるのかもわからない。確かに、ね、皆さん真面目にやってますから、ね、エグゼロス。皆さんもぜひエロ漫画先生まだ見たことないという方はね、見てみてください。はい、はい。そんなこんなで、まあ、あの割とまあ世の中もちょっとずつ落ち着いてきてますけれども、あのこれ皆さんにも前回お聞きしたんですけど、ステイホーム中吉嗣は何をしてたんですか。いやこれが難しかったんですよ。なんでなんか途端にやることがなくなっちゃったじゃないですか。あ確かに急なお休みだったからね、そしたら一番最初の頃はなんか2日ぐらいぼーっと過ごしてて、3日目あたりからあれそうだ何かをやろうって思って、目に入ったのが何カンパケだって思って、まさかいただいたゲームをものすごい速さでクリアしちゃったんですよね。あゲームをやってたゲームか、1日半ぐらいで1本消化するみたいな。何のゲームやったの。まあ、自分の出てるソードアート関連のやつと、あとは僕出てないんですけどペルソナ5、あ名作ですよねのアクションの方ですね。でもコラボさせてもらったりしてたもんね、ソードアートと。そんなことをやってたらいよいよやることがなくなってゲームもやりどうしようって言って、そしたらうちの後輩のイタルさんという方が、吉嗣さん14に帰ってきましょうよ。あ FF だ、ファイナルファンタジー。山本イタルさん、すごいあのやってますよ、ね、FF 好きでっていう、ね、そしたらあのちょうどユーマも一緒にやってる。あうちのユーマ、あそうなんだ。でディスコつないでみんなでやってるって聞いたんで、そこに一回加わろうかって思って、加わったら最後でした。何何最後って、あれはもうねもう戻ってこれたけど、ちゃうとね、お話ししながらみんなで要はネットの中に集まって、みんなで一緒に戦ったりやるのよ、パーティー組んだりして。私の役に合った、めちゃめちゃ聞いた。本当ヤシトラ、カヤノさん出てるからね、猫耳お姉さん、そうそうなんだすごい松岡くん、じゃあ本当ゲームをよくやってたんだね。自粛中が終わって久しぶりに松岡くんと現場で会った時に、アフレコの感覚が戻らなくて大変っていう話をちょっとしたんですよ。そんなことあります。でも感覚戻らないってどういう感じなの。あの今まで自然にやれてたことが、出そうとしたのと
出せなくなっちゃったんですよ。ええ、嘘。いやいや、本当に？あの、ええ、今でも何も考えなくても、うん、その世界に感覚で行けたんですよ。パッと入り込めてたって、ええ、それが画面が間にあるみたいな感じで、パッとやれなくて、だからもう一番最初のアフレコの、まあ、久々に行ったアフレコだったんですけど、だからやってることやってることが信じられないみたいな、自分のやってることが。で周りの人たちは、いや全然いつも通りだよって言ってくれるんですけど、いや違う、もっとやれる、もっとここあと 10% ぐらいが来ないっていう感覚が2週間ぐらい続きました。なんか体に染み付いたものとかの、ピアニストの方もなんか毎日弾かないとみたいな、あるじゃないですか。確かに一回弾かないともうなんかどうのこうのっていうね。だからそういう感じでやっぱり松岡義継という楽器は一日こうぼーっと過ごしてしまったりする、まあ、しかもこれまでさそんなに間が空いたことって多分なかったじゃない。だから余計にねそうなっちゃったのかもしれないね。あーなるほど。でももう随分戻ってきた感じはね。いやもう、ね、まあでもね自分を見つめ直すいい時間になって、はい、しかも楽しいこともあって、ね、何よりでした。はい、アニプレックスネクストラジオ。そしてですね、ここからは義継が出演する7月クールのアニメについてちょっとお話ししていきたいと思います。はい、義継がですね、松岡さんはド級変態エグゼロス、ソードアートオンラインアリシゼーション、ウォーオブアンダーワールドの2作品の主役を演じられておりますが、今回はエグゼロスについてお聞きしたいと思います。はい、エグゼロス、これどういった作品なんですか、義継から見ると。そうですね、はい、エロを寄生し奪い、人類の緩やかな絶滅を企む侵略種族、寄生虫、そしてそんな怪人から地球を守るために戦う地球防衛隊、その名もエグゼロス。多感な時期の少年少女に多いとされている人のエロスの源、エネルギー。寄生虫にエネルギーを吸われた人間は生きる活力を失ってしまう。そんな寄生虫から世界を守り、エロスの力で世界を救う。ヒーローは H とエロでできている。それを一言で言うと、はい、エロス。エロス。まあそうかもしれないけど、ね。はい、まあこれはあの茅野さんもね出演されている作品ということで。いや、至って本当に松岡くんが言うにめっちゃ真面目に作ってるのと、はい、あとは必殺技がそうなんです。すごい難しいんですよ。なんか必殺技であんなにリテイクを受けてる松岡くんを初めて見ました。あ、一発で決めるタイプですからね。ソードアートオンラインだと、もうキートのうわーっていうのももう一発でっていうのが、レッドは本当になんかもう悩みの中で生み出された奇跡的なものがたくさんある。難しい役どころやね。すごいまた難しくて、しかもそれがなぜかというと、このエグゼロス の仲間たちは全員ゼロギアっていうのをつけてるんですよ。ほうほうほう。でそのゼロギアっていうのは、そのいわゆるあのモヤモヤした気持ちがマックスパワーまでいくと、それをエネルギーに変換して放てるっていうやつなんですよ。エロスがこう溜まっていくんですね。エロスが溜まって、ええ、まあ、溜めなきゃいけない時もあるんです。溜めて放つみたいな技なの、うん、ええ、そうなんです。放つ時に何かが起こるんですよ。何が起きるんですか。いや言えないならいいです。ごめんなさい、一撃必殺技みたいなのが出るんですけど、はい、なるほど、ええ、なんですけど、それが行くぞみたいな感じで突っ込むじゃないですか、うんうん、殴るじゃないですか、うんうん、殴ってあーってなるんですよ。あ、なるほど。最後にやっぱりそういうなんか気持ちよくなっちゃう。気持ち、そうですよね、はい、なるほど。なんかオブラートに包みようがなくて、そういや、そう分かります。すごく難しいね、言葉をチョイスするのが難しい。でもそれがなんかその、ね、あーあーみたいにやると、それは違う、違うと、ギャグではないんだっていうので、真面目にやってくれと、リアリティを追求していくという。だからそれもうちょっとあの攻撃してる感じを出してください。いやー、怖っ。うわ、難しいそれね。すごい難しくて、いや違う、もうちょっと感じてください。リアリティはでもすごくあると思いますけど。そうなんです。あ、なるほど、そういった作品ということで、ね、結構苦戦しながら寄生虫と私たちも戦ってますね。そうなんですね。まあ、ズバリそのじゃあ原作の漫画を初めて読んだ時どういうふうに思われました。エッチーなって思いました。まああの絵力があるからね、やっぱね、絵だから絵力があるからな、まあ、そうなるよな、まあ、でもただやっぱエッチなだけじゃなくて、そういうですね、悩みとかね、パワーとかそういうものもいろいろあると。だからすごいあのストーリーの方も、いわゆるそのエグゼロスに、あの主人公のレッドがエグゼロスになったきっかけっていうのも、ある意味その守れなかったトラウマでもあるので、なのでそういうその過去の話であったりとか、まあ、今現在のその心からっていうストーリー自体はものすごくしっかりしてるので、そうだよね、あの弾けるとかは、
副産物なんです。そうだよね。まあ分か、まあ、言わんとしてることはすごく分かりない。幼馴染との、ね、恋物語がやっぱメインに描かれてるから、もうそこが本当可愛らしくって会話も、うん、ただそこで、まあ、エロスにつながることが起きたりいろいろするわけなんですけど、うん、ね、エロス、まあ、ヒーローはエイチとエロでできているというキャッチコピーがある。これ考えてると天才だなって思いました。本当に、ね、本当です。なんかこんなとこ着眼してなかったよ今まで、ね、すげえ思いつきだなと思いましたけど。そうなんですよ ね、まあ、ね、ずばりそのヒーロー像っていうものおのおのあると思うんですけど、皆さんが描く理想のヒーロー像、どういったヒーロー像ですか。まあここはやっぱじゃあ茅野さんから、うん、え、なん私にも聞いてくれるんですか。茅野さんのそのヒーロー像、急に私なんかゲストみたいな立ち位置に。茅野さんのヒーロー像ちょっと俺も聞きたいもん。これみんな聞きたい方いると思いますよ。茅野さんのヒーローに俺もなりたいぜ、私もなりたいと思ってる方たくさんいると思うんで。でもさりげなく気が使える人じゃないですか。茅野さん寒くないかい。唐突。寒くない。さりげなくって言ったじゃないですか。さりげなく暑いかなちょっと。いや本当に、あの、なんでしょう、例えばですけど、まあ、電車でこうスッとこう席を何も言わずに譲るとか、なんかこう先を読んでこうちょっと行動してたりする方がこう目に映ると、あ、すごいなとか。やっぱりこうヒーローってなんか分かりやすくこう目立つ存在なイメージがありますけど、そういう見えないところに小さなヒーローたちがいっぱいいるんだなっていうのは感じるので、だからそういうところに気づいてあげられる人でいたいなって思います。あ、なるほどね、うん、大人の真面目な意見や。確かにその通りだと思う。すいません真面目にちょっと返して。いや全然いい、そういうの聞きたかった。だってなんか今理想の男性像みたいな話、ね、でもヒーローってやっぱ男性っぽいとこあるもんね。でもね、ま、男性でもでも女性でもあるんじゃないですか。なるほどね、強さというかね、うん、あ、難しいな、考えたことなかったな。確かに。どうですか、なんかお二人は。でもせっかくならこれ3人とも答えましょうよ。そうだね、俺でもあれだな、割と俺がそういうアクティブとかじゃないから、やっぱりそのいいか俺についてこいみたいな、なんか言える人がヒーローだなって思う。あ、もうはっきりとその言葉に出している、行動と言葉で示してくれる人。いいか俺についてこい、お前は俺の背中だけ見ているみたいな。いいですね、いいですね。自分の進行方向とか行く先とかをちゃんと的確に指示してくれて、本当にあのピンチとかをその人の一人だけの力でもなんとか切り抜けられるみたいな、そういう絶対的な行動力とか力とかを持ってる人が僕の中の理想のヒーローです。前野さんは引っ張られる方が好きなんですか。俺はまあ引っ張りたいけど、いかんせんこういうなんか消極的な性格なんで、間違ってもよしお前ら俺についてこいとは絶対言わないし、よしお前ら飲み行くぞとも絶対言わないし、だからあのね、あのね吉次の事務所のね先輩の鈴木くんとか見てるとね、あの俺についてこいとかって普通に言えちゃうタイプだから、ちょっと羨ましいなって思う反面ね、そういうとこもあるんですけれどもね。じゃあズバリね、こう吉次にも聞きましょう。聞きましょう、聞きましょう。理想のヒーロー像。やっぱり理想のヒーローっていうのは、敵を一撃で倒して自分の頭を食わせるっていう。雨に濡れたとしても頭を交換できるっていうヒーローがやっぱいいんじゃないですかね。それ自愛に、全てが自愛ですもん。そうですね。でバイキンを退治するんだから。そうね、これもなんか働く細胞に全部通ずる感じになって。いやいやじゃなくて、多分あのあれじゃないですかね、愛と勇気がね、同じなやつです。まあでも立派なヒーローですよね。立派なヒーローです。確かにね。なるほど、はい、ではですね、ここでエグゼロスを見たくなるようなエネルギーな一言を、あのぜひこの聞いてる方々にお願いいたします。あ、これはやっぱり出演されている茅野さんと。え、私もすぐにお願いしますっていうことなんですけども。え、何それ。そのなんかたまエネルギーがたまる一言でこのコーナーを締めろという指令が出ています。エネルギーがたまる一言。はい、ちょっとじゃあ思うので。え、なんか合わせ技のがいいんですか。いや別にいいですよ、僕のそのEがたまるやつでもいいですよ。え、何、なんかある。え、じゃああの角間さんのあれやるしかないの。今ねちょっと相談打ち合わせされてますからね、ちょっとあのここね、ちょっと僕のじゃあちょっとこしゃれたトークでもして場をつなぎたいと思います。いやそうですね、最近皆さんね、いろいろと街も動き出してきまして、ね、お店もいろいろと営業時間も増えてき、ね、伸びてきまして、なかなか行動範囲も広がっていると思うんですけど、まあ、ここで油断しちゃいけないんでね、皆さんね、あのくれぐれも気をつけてね、生活の方を続けていただければと思います。お待たせしました。はい、お待たせしました。よろしいですか。はい、いやこれはもうあれ合わせ技ですか、それとも一人ずつですか。合わせます。合わせ技です。あ、ではもう準備の方よろしいですか。はい、はい、じゃあ視聴者や僕のエネルギーがたまる
お二人の一言、3、2、1、キュッ。エグゼロスを見たら閉じてた心が開いちゃう。あのなんて言ったか分かんなかったと思うんですけど、いや分かんない、エグゼロスを見たら開いた心が閉じた心が開いちゃう開いた心が開いちゃう閉じた心が開いちゃういやこれはいい研究だったんじゃないですか。いやこれは、ね、あの作中でも名言的にというか、あの星野さんがね、ヒロインの星野さんが言うセリフなんですけど、ちょっとここは特別バージョンで二人で開かせてもらいました。ありがとうございますね、はい、じゃあ皆さんね、ぜひそのエグゼロスの方チェックの方よろしくお願いいたします。アニプレックスネクストラジオ、ここからはアニプレックスの最新情報をまとめてお届けいたします。まずは7月クールに放送される新作アニメ作品です。テレビアニメド級変態エグゼロスは7月3日金曜日より放送開始。ヒーローよエロスで世界を救え、集英社ジャンプスクエアにて連載中の最も攻めた作品、ド級変態エグゼロス寄生と戦い禁断の映像化。続いてテレビアニメ魔王学院の不適合者、史上最強の魔王の始祖転生して子孫たちの学校へ通うは7月4日土曜より放送開始。偽りの魔王から世界を解き放つ、2000年の時を経て蘇った史上最強の魔王アノスがあらゆる理不尽を粉砕する、電撃文庫より刊行中の大人気痛快ノベルがついにアニメ化。続いてテレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションウォーオブアンダーワールドは7月11日土曜日より放送開始。さらに放送開始に先駆けて7月4日土曜日にはファーストクール総集編 12.5 話を放送。最後の望みは彼に託された、そして英雄は剣を取る、シリーズ最大の対戦を描くアリシゼーション編、ここに完結。テレビアニメ不合刑事バランスアンリミテッド、7月16日木曜日よりフジテレビノイタミナ他にて放送開始。刑事しかし正義とは限らない、原作は筒井康隆によるミリオンセラー、桁外れの資産を持つ神戸家の御曹司大輔と熱血人情派刑事加藤春はバディを組まされる、対立する二人の前に立ちはだかるさまざまな事件と謎、常識を超えた捜査が今始まる。ただいま FOD 他にて第1話第2話を好評配信中ですので、ぜひご覧ください。その他詳しい放送情報は各作品の公式サイトをご覧ください。続いて7月クールのアニプレックス作品の再放送情報です。エンジェルビーツ、活劇、刀剣乱舞、7分の22、働く細胞、ジュラララ、ゆらぎ荘のゆうなさんが7月から再放送を予定、あるいは再放送中となっております。詳細は各作品の公式サイトをご確認ください。続きましてゲーム関連の情報です。7分の22音楽の時間、デジタル声優アイドル7分の22のリズムゲームアプリ7分の22音楽の時間がアップストア、Google プレイにて好評配信中。物語シリーズコラボイベント後編を7月6日月曜日14時59分まで開催中です。 FGO サウンドトラック4、スマートフォン向け RPG フェイトグランドオーダーのサウンドトラックの第4弾が7月15日に発売。アニメ CM のボーカル楽曲や最新のフェイトレクイエムのコラボレーションイベントまでの劇伴曲を収録しています。最後にフィギュア商品の情報です。創世神ステーシア、アスナ、7分の1スケールフィギュア、テレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションウォーオブアンダーワールドよりアスナを創世神ステーシア衣装で立体化、本作キャラクターデザイン創作画監督の山本由美子氏によってフィギュア用に描き下ろされたイラストをもとに無限地形操作を放つ創世神ステーシア、アスナの姿を忠実に再現しています。アニプレックスプラス限定発売となりますので、ご希望の方はアニプレックス公式オンラインショップアニプレックスプラスをご覧ください。篠宮かぐや7分の1スケールフィギュア、藤原千佳7分の1スケールフィギュア、テレビアニメかぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦より篠宮かぐや藤原千佳のフィギュアが登場。マリアージュの猫耳衣装をつけた2人は対照的な表情で立体化されています。こちらもアニプレックスプラス限定発売となりますので、ご希望の方はアニプレックス公式オンラインショップアニプレックスプラスをご覧ください。以上アニプレックスの最新情報でした。アニプレックスネクストラジオ、はい、今日もあっという間にお時間となってしまいました。はー、
はい、ね、義継にゲストとして来ていただいたわけなんですけれどもね、はい、いかがでしたか。いやなかなか痺れますね。でも改めてさ、そういうなんか声優になった下りとか話す機会なかったから、すごくなんかいい時間を得られたなと思いました、はい、新鮮でした、ね、次回も義継がまたゲストとして来てくださるということで、はい、ね、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回ですねエグゼロスについてお話ししましたが、次回はソードアートオンラインを中心にいろいろとお話ししていきたいと思います。ではでは最後までお付き合いありがとうございました。お相手は前野智明と茅野愛と松岡義継でした。さようなら。